ャンネル。皆さんこんにちは。2020年、プロ野球6月19日開幕しました。さあ一夜明けてですね、今日は、20日土曜日の朝になりますけども、開幕戦全6試合を佐々木が、チェックしていきたいと思います。まあどういう開幕戦になったのか、勝ったチームもあれば負けたチームもありますし、ファンの皆さんもですね、嬉しく始まって悔しさを噛み締めたりとか、喜びを爆発させたりだとか、野球があるという日常が帰ってきましたけども、その開幕戦ちょっと振り返っていきたいなと思いますけども、まあやはりまあ無観客試合で、スタートというところで、やはりホームラン打ったりだとか、ファインプレーあったりだとか、素晴らしいプレーがあった時にですね、やはり、多くの皆さんの歓声がないっていうところはやっぱり寂しく感じましたね。でもその中でも12球団の選手たちは思い切ってはつらつとした全力プレーを見ることができましたし、そういった面では本当に全試合素晴らしいゲームがあったんじゃないのかなと思います。あと各ね放送メディアもですね、応援歌を入れたりだったりとか、ズームなどのね画像を取り入れて、外ファンの皆さんと一体化、オーロラビジョンにね各球団も映したりだとか、コメント載したりだとか、いろんな工夫が見えてですね、新しい野球観戦の仕方っていうのもね、見えたんじゃないのかなっていうところで、まあ未来に向けてはね面白い試みも増えていくんじゃないのかなと、思います。さあということで、振り返っていきましょう。19日の試合、まずですね、まあ、全体的にですね一番際立ったのがですね、投手の打撃というところで、大瀬良選手がライトにですねホームランを打ったり、しかもね国吉投手の速い速球を野手でも振り遅れる、のにもかかわらずライトのスタンドインっていうホームラン、あとね阪神野手が打ちあぐねてる、菅野投手を西投手が、レフトポール直撃、しかも結構最上段に当たるバッティングで、大瀬良選手のタイムリーあり、西選手のその後のスライダーカットボール、ショートの上を抜けるタイムリーと野手顔めくるのバッティング、やっぱりですね、昨年から言い続けてきましたけど、これがセ・リーグの野球ですよ。この醍醐味ですよ。やはりまあね、最近、パ・リーグに負け越しも多くてですね、 DH 制っていう議論がある中で、この菅野、西、大瀬良、この投手のバッティングを見た時ですね、やっぱこういうのがセ・リーグの野球であり、セ・リーグの面白さであり、逆に難しさでもあるんじゃないのかなと、作戦面に、してもそうですけど、なんか、よっしゃっていうようなね、展開のピッチャーの打撃でしたけども、じゃあまず巨人阪神戦、結果はですね3対2ですかね、ジャイアンツが勝つことになりましたけども、基本的に日刊スポーツ、原監督がスポーツしますけど、日刊スポーツを、の中からいろんなものをですね見出して喋、っていきたいなと思いますけども、今日の紙面日刊スポーツ、巨人阪神戦は宮本慎也さんが評論で、西武日本ハム戦をこの佐々木が、評論しておますので、ぜひ、チェックしてみてください。で、まあ、宮本慎也さんがね、語ってましたけど、西投手の、投手交代の是非っていうところで、まあ、球数を考えてももう1イニングいけたんじゃないのかっていうところですね、まあ、確かに、もう1イニングいけたのかなと思いますけども、今回の開幕戦はですね全体的に、ピッチャーも100球前後で交代、まあ、大瀬良投手だけですかね、完投したのは100球前後で交代したっていうところを見ると、やはり準備不足はあるのかなと、それは監督も見据えてるのかなっていうところの、早い交代、まあ、それは他の11球団の投手もそうだったので、まあ、やはり長いこうシーズンを考えると、まあ、仕方なかったのかなと、思います。でもですね、まあ、宮本慎也さんも語ってましたけど、これは開幕戦やと、この大事な時、しかもピッチングも完璧、ホームランも打ってる、タイムリーも打ってる、ノリノリのところで、まあ、次の回も打席が回ってくる、交代のチャンスがある、もう1イニングいけたんじゃないのかっていう意見も最もだと思いますし、これは本当にね、まあ、難しい、判断だったんじゃないのかなと、思います。その中でですね、最後岩崎投手から吉川投手が逆転ツーランを打って逆転するわけですけど、もうあれはですね、打った選手がすごいです。あのインコースの特に左対左で難しい中ですね、コンパクトに振り抜いて、それをスタンドギリギリでもなく中段ぐらいに、放り込むっていう、打撃はですね
もうあのバッテリーも攻めることはできませんし、もう打った選手が素晴らしいですね。あれをもう一回やれって言ってもなかなかできないんじゃないのかっていうような、バッティングでしたけど、まあ、素晴らしいね、まあ、菅野投手の好投を支える、もしくはこの好投を報いるあのホームランというのはね、チームを勢いづかせるのかなというところで今日の戦いも注目ですけども、あとまあタイガースでいうとね、まあ、ボーアですね、昨日ファールとかでもねいい当たりあったんですけども、結果が出ずということで、今日の予告先発がですねジャイアンツは田口ということで左投手が出てきますけど、その左投手を、練習試合オープン戦含めて18打数ノーヒット、果たして今日スタメンで出るのかっていうところが、まあ、注目ですよね。スタメンで出れば左投手をどういうあのバッティングするのか、スタメンを外れるようなことがあったらちょっとモチベーションが心配されるのと、外国人選手のこの後の起用においてボーア対左も期待できないのかなっていう印象が、強まるかなと思います。次は、DeNA 広島、雨が降ってですね試合開始時間が遅れて非常に難しい、コンディション作りの中で、プレーボールかかりましたけど、まあ、今永投手、大瀬良両投手ともに本当に緩急つけてコントロールも良くてですね、まあ、素晴らしい投球だったなと思いますけども、やはり DeNA はねオースティン選手がちょっと体の不調でスタメンを外れるっていうところが、打線においてはマイナスポイントになったのかなと。広島はですねやっぱり1番ピレラがですねホームランを含む3安打大活躍、そしてショート田中康介、昨年ね怪我とか不振もあり試合出場減になりましたけども、開幕戦から、活躍してですね、これは勢いに乗っていけるんじゃないのかっていうね姿を、まあ、見せてくれましたし、オースティンとね代打のサードの強襲ヒットを三好選手が攻守というところで、あれ抜けてたらねひょっとしたら DeNA が逆転したんじゃないのか、流れが変わる一打になったんじゃないのかっていうところ、あれをあの雨が滑る中で打球速くなってるのにしっかり取って、しかも取ってから反転してのホームへの送球も素晴らしかったですね。開幕戦からいやプロだなっていうようなあの攻守、本当に素晴らしい流れをね、切った、勝ちに結びつけた、プレーだったんじゃないのかなと、いうところがあります。そして次にですね、ヤクルト対、中日、こちら大雨のグラウンドコンディション悪い中、これあの例年だとひょっとしたら中止になってかもわからないところ、やはり今年はセリーグの場合中止にしてしまうと月曜日に予備日として入れなきゃいけない、そうなってきた場合9連戦とかが行われる状況を考えると、今年はどの球場もそうですけどセパともにもう雨降っても結構強行でやるんじゃないのかなっていうところが見えた一戦でもありましたね。もう土のところなんかもうね、ぐちゃぐちゃの状況でしたし、まあ、あの中でねあの高橋周平選手なんかサードゴロね足が滑って、投げれないところをそこから切り替えてワンパン送球で、素晴らしい判断だったと思いますけど、まあ、ああいったところも今年行われるのかなっていうところはありますけど、まあ、あの40歳で史上5人目開幕投手の石川選手にやっぱ勝ち星つけてあげたかったですね。あそこで勝ち星つけるとヤクルトも勢いに乗っていきますし、確か開幕戦40代以上の開幕投手で勝ち星がつくと確か村田兆治さん以来、数十年ぶりの快挙だったんですけど、まあ、残念な結果になりましたけど、まあ、中日打線はですね、昨年セリーグチーム打率ナンバーワンの威力をそのままに、猛打を振るってですね、まあ、大逆転勝利ということで、佐々木中日1位予想してるんでね、どこまで、伸びしろ持って頑張ってくれるのかっていうところはね、まあ、あのどっかをひいきすることはないんですけども、やはりあの1位予想してるっていうことで、まあ、予想は当たってほしいと思うのがまあ願望ですよね、人間的にはね。まあ、そういったところで今日もねどういう戦いを見せるのかっていうところで、まあ、今日は天気がいいんでね、まあ、あのグラウンドも整備の皆さんがねしっかり回復してくれてると思うんで、天気のいい中どういう試合が神宮でね行われるのかっていうところはね、まあ、注目したいと思いますけど、あそうだヤクルトもですね村上は沖山だと、やっぱ打撃陣はすごいですね。まあ、その中で、まあ、今日投手陣がねしっかり抑えれるのかっていうところが、まあ、注目ですよね。で次、まあ、あのパリーグ西武対、日本ハム戦ですね。ニール練習試合調子悪かったですけどどうかなって不安ありましたけど、素晴らしい投球でしたね。あの低めに動くストレート、ツーシーム、チェンジアップ、カットボールともにコントロールよく打たせて取る、あの持ち前のピッチング、ちょっと立ち上がり球高いかなと思いましたけど、もう2回以降はしっかり、修正してきて、投球合わせてきたっていうところでね、まあ、昨年も実績ありますし、まあ、いわばエースって言ってもね、
西武のエースって言っても過言じゃないのかな。しかも中継ぎのギャレットも良かったですし、投手陣開幕戦もう素晴らしい仕事をしたなと西武ライオンズ思いますね。逆にあの日本ハムはですね、ちょっとあの攻守にわたってあのまあ記録には現れないミスが出たかなと。その内容はですね、日刊スポーツ里崎智也西武対日本ハム戦コラム書いてますんで、ぜひチェックしてください。ひょっとしたらウェブでもあの解説者評論として載るかもわかんないんで、皆さんぜひチェックしてください。さあ続いてはですね、楽天対オリックスいきましょうか。まあ、山岡投手ね、タイトルホルダー対、昨年、手術で、シーズンちょっと半分ぐらいはね、欠場してしまった則本選手の投げ合いっていうところになりましたけど、楽天ね、オリックスから楽天に移籍したロメロが打ったりだとか、 FA 移籍してきた鈴木大地が、勝ち越しの一打を放ってヒーローインタビュー。まあこれ鈴木大地もね、まあ、FA して結構チーム内でもね溶け込んで、あのいい雰囲気でキャンプとか練習試合送ってましたけど、この開幕戦でしっかりチームに貢献できたっていうことで、もう完璧にねこれでガチッと不安も本人の不安も消えただろうし、あのチームとしてもね信頼度がぐっと上がったでしょうし、大地にとってはねいいスタート特に、切れたんじゃないのかなとも思いますし、太田選手もねヒット打ったりとか、もう全体的に素晴らしい試合展開だったんじゃないのかなと。まあオリックスとしてはね、やっぱ山岡を立てて負けたっていうところでね、でしかも結構な点差がついたんで、まあ痛い船出となってしまいましたけど、まあ一番の T 岡田が、まあ、どこまで機能するかとかですね、あのそれは今日の、今日が田島ですか、今日田島がどこまで楽天打線を、止めれるのかっていうところですね、まあ注目ですけども、まあ、やはり昨日オリックスはねヒット足立の1本しか打ってないんで、やはり1安打じゃ苦しいですよね。でもまあ則本、牧田、佐木はとね、完璧な投手リードをして、まあ、そうなったっていうのもね投手陣見えましたし、まあ、楽天はですねパ・リーグ1位予想してますんでですね、まあ、あの中日楽天、まあ、どういう戦いになるのかっていうところは注目したいですけど、まあ、三木新監督もねあの開幕戦勝ててやっぱホッとしてるんじゃないのかなっていうところで、まあ、今日どういう戦いを見せれるのかっていうところはね、まあ、チェックっていう感じですよね。で、まあ、あの最後にですねロッテ対ソフトバンク、ソフトバンク対ロッテですかね、あの石川素晴らしい投球でしたね。もうシンカーもキレキレ、ストレート、変化球、コントロール、勢い、キレ、本当抜群な、投球をしましたし、まあ、東浜投手もですね本当に負けじと、素晴らしい投球で、本当の投げ合いというところで、ね、どういうふうに試合が動くのかなっていうところで、まあ、ソフトバンクが1点取って、で、まあ、方程式通りに、守護神の森が出てきて、これはもうちょっときついかなって言ったところで、和田選手、ロッテ、ワギータがバッティングじゃなくて足で見せたって、あの9回ね、ツーアウト、あの場面で走れるのは本当に勇気もあるし、能力がある選手だと思いますけど、あそこで、まあ、甲斐、キャッチャー、森ピッチャーっていう中で、相手も警戒している中で、盗塁を決めていくっていう、しかも、ギリギリじゃなかったですね、結構パンパンっていう形で若干余裕あったっていうところでね、足の速さ、あとスライディングも速かったですねっていうところで、まあ結果を残してそれでつないでですね、最後中村がタイムリーを打って追いつくっていうね、あの勢いのまま勝ち越すんじゃないのかっていうところで、まあ10回ですよ、10回、ここちょっとチェックポイントですね。まあ栗原選手が最後さよならヒットを打つんですけども、簡単にね2ストライクを追い込んで、まあそこをね抑えれれば、まあ、勝ちっていうところで、まあ、これ観戦してたんですけど、あの日刊スポーツの皆さんとですね、これもあとフォーク低めに3球ぐらい連続で投げといたら1回ぐらい振ってアウトになるよって言ってるところ、まあ、2ストライクからフォーク1球いってでファールになって、で次の4球目ですかね、アウトコースに多分田村はボール球を投げさそうかなと思ったのかなとは思いますけど、それが若干中に入ってセンタータイムリーヒットっていうところで、あれはですね、まあ、リードは結果論なんでそんなにあんまり言いたくないですけど、あれはちょっとバッテリーの意思の疎通ができなすぎかなと、まあ、キャッチャーはボール投げてほしい、ピッチャーはその意図を、汲み取れず、多分勝負しに行った結果
通打されるっていうところで非常にもったいない配球リードだったなと思いますね。もしあれは本当にボールだったらもっと大げさにボールに構えたりだとか、して意思を示さなきゃいけないし、ピッチャーの小野もですね、あそこで3球勝負で行くんだったらあの高めのストレートはないですよね。もっと低めに投げるとかもっとコースきっちり投げるとかってしていかなきゃいけないっていうところで、バッテリーの、ミスコミュニケーションっていうところは非常に大きかったな、もったいない1球になった。それを見逃さないでね、栗原が打ったっていうところは、本当素晴らしいバッティングね、だったと思いますけども、あれはちょっと疑問ですね。あの投手の考え、キャッチャーの考え、意図、してることが、全く共通認識、できなかったんじゃないのかなと思いますね。正直あのどうせボール投げで、多分あれ田村はアウトコースボールにしてストレートの速さ見せて最後またフォークボール系を落として打ち取ろうっていう筋書きストーリーだったと思うんですけども、もうちょっと意思疎通をしっかりしてですね、そのアウトコースボール行くんだったら行くでもっとしなきゃいけないし、僕はもうツーストライクから簡単にアウトコースにボール球投げるのはそんなに好きじゃないんで、もうそれだったら低めにフォークをパンパンパンと落としといて様子を見ながらストレート系に変えるのか、はたまた違う変化球に変えるのかっていうところをしてもよかったかなと。なんか勢いねあって追いついたのにそこをくじかれて逆転されるっていうのは、今日の戦いもちょっと心配なので、ロッテとしては早いイニングで、点を取って、昨日の嫌な流れを、変えていく必要があるかなと思いました。ということで今日全力試合、キューッとまとめてですね、里崎が見た開幕戦を語っていきましたけど、皆さんどうでしたか。今日もですねまた新しい、試合がありますから、ファンの皆さんですね、一喜一憂しながら、これがザ・プロ野球ね、プロ野球の日常が帰ってきたということを喜びながら、その中で一喜一憂しながら、楽しんだり悔しんだり悲しんだりね、泣いたり大喜びしたりっていうところをね繰り返していく、この日常がね帰ってきたことが素晴らしいことだなと思いますし、これがね皆さんの努力もそうですけども、国民のみんなの努力ですね、試合観戦生でできるようになる日が来ることをですね願ってですね、今日も皆さんで、プロ野球楽しんでいきましょう。以上2020年開幕戦、総決算、里崎智也が見た開幕戦をお送りしました。それじゃあまた。